しょう。いや、ちょっと最近のダイエットの成果を聞こうかと思って。あ、まあ、順調ですよ、順調。あ、そう。まあまあ、いいよ、焦んなくて。はい。それとさ、ちょっとみーちゃんさ、顔とかだけちょっと見せてもらっていい？お肌、はい。だいぶ良くなってるよね。やっぱりさ、あの、あれだわ。食べ物とかダイエットによって。あとね、ヒゲ剃り変えたからね、よくなった。ごめんなさい。あれから息よくなった。そうだよね。ちょっと病院行こうか。お薬盛りに。ニゴちゃん、サンゴちゃんからめっちゃ言われてから、はい、行けよ、病院へんっつって。そうだよね。かわいそう。本当にちょっと。でも、色が抜けたら良くなると思うから、ね、行こう。薬また？うん、味の素入れんな。味の素ないよ。ない。なるほど。おだしにしようよ。だしでいいか。ガンタンスでもいいのかな？いいよね。大体だよ、こういうの。まあ、大体。まあな。これもあるよ。それはいいかな。バルサミコ酢ですね。酸っぱいかな、ほんと。うん。酸っぱい方が好き。いや、わかんないけど、なんかそれは後からでもいいかなと思ったから。甘い、めちゃくちゃ甘い。簡単だったら元考えたの、そう、開かったか、普通のお酢入れようよ。普通のお酢、ないいや、この中にアルカライみりんやけえ。それはお酒やね。これか、それがうわ、よし、これもこってりみりん。なるほどね。ないのマジで。うわ、やっちゃった。マジでバルサミコ酢か。バルサミコ酢しかなくなったとか。あれ、やべ、まあ、クローズってことでいいんじゃない。まあ、クローズか、チラシくて。これ入れた方がさ、混ざりやすいんじゃない。確かに、いいでしょうか。じゃあ、一旦半分する。一旦ちょっと、ここに垂らしなかった、こうやって。どうでもいいか。そのまま言い方して、割となんか、結構、割と適当だった気が。味途中聞きながら。どうですか味。悪くはないけど、ここ酸っぱい方がいいなと思った。まあいいか、余計なことやめとこう。どこ。ちょっとやろ。ちょっとやりましょう。あ、ちょっと一瞬別です。ここでちょっとやろう。ちょっとやろう。酢飯とブドウは合わない。まずい。いや、まずかないけど、ブドウが強いかな、ちょっと。やっぱり、強いといえば、量が多いという気がする。いや、そっちか。確かに。その言い方が一番正解。やめとこう。やめとこう。いや、ちょっと待て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 。あ、でもない。卵をまず割って、下準備が必要。そう。でも2個でいい、とりあえずは。はい。失敗すると思うから。撫でやがって。で、卵がそれ先についてると思うから、ピッとやって、中でやってみて。あ、もうちょっとつけて。あ、お菓子はダメ。火がもう全然触っちゃダメ。もう触ってもダメ。もういいよ。あ、いいよって、ひっくり返して、一旦こうひっくり返すから。よし、行くんだ。広げ、そうそうそう、大きいじゃん、い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 いじゃない、い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 いじゃない、頑張れ。あ、これ、いっぱい。で、
今度はね、こうして、あの、下に潜り込ませる。そうそうそう。持ち上げて。そう、もっと持ち上げる。かなり持ち上げる。そう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 。いいじゃん。そんな難しくないかな。そうだ、めっちゃ難しかったんだよ。うぃー。お、いいじゃん、綺麗。綺麗。あ、いい。ほんと綺麗だね。ここにつけるか。え、いらない。怖いな。あとね、あと、ね、書いて。これさ、ほっとくんですかね。はい、次、カンピョ。はい、カンピョ。はい。ちょっと長いくらいだね。最後、調節せえから。うん。あ、こっちよ、普通。で、ノリツッコミしてる、自分で。少なくね、水。大丈夫。信じよう。名前いつもこうやって失敗してってんだよ。はい。じゃあちょっともうちょっと火を強めて。あの、料理する人の特権でつまみ食いできるっていうのがあるから。どう？うまっ！はぁ、マジ？あれって800円、900円ぐらいしたもん。うまっ！一番プリプリや。うまし。うましじゃん。他になさいませ。ブリ食う。ブリ？うまいぞ。うまそう。王様聞くね。マジで？そんなことする？ダメなの？いいよ。ああ。うま。めっちゃうまい。甘い。あ、違う違う。やだ。あ、テキス。砂糖大さじ3。で、醤油？しか醤油だ。酢ない。醤油。醤油は大さじ1。醤油？醤油？醤油。え、酢はソースだっけ？さ、シースソース。味噌とか。あ、あ、味噌じゃん。え、嘘でしょ？本当に違った。え、待って。え？あ、味噌か。確かにな。つまみ食いとしてよ、みんな。食え。食べ過ぎ、食べ過ぎ。結構海苔余るね。全然ご飯足りない、い感じだったね。さっと言ってもいいよ。ザッと、ドンと。なんか気にくそうだね。あ、うん、た、え、た、あ、そう、た。あ、まあ、まあ。なんか、ものすごく微妙だね。うまいけどさ、甘さがないんだ。ピンク色のさ、あ、そこで忘れてた。任せろ。ここでございます。はい。え、結構いいこと言った。いや、そのために買ってきた。じゃーん、待ってた。はい。まだまだ。お、すごいじゃん。あ、まだある。めっちゃ違う。全部違う。待って、衝撃の事実。22年6月だった、これ。なるほど。このまま食ってみよう。自分たちで作らせて、日本橋しようぜ。そうする、うん、あ、自分で作ろうか。多めに行こう。あえての多めに行こう。そう、卵行くでしょ、うん、で、こっからが違うんだよ、うん、こうだよ。なるほどね。で、これ2枚だよ。いや、3だな。3だな。2 3。何？4。多くね。5いく。このぐらいだよ。いや、いい。でかすぎ。待って、ここお米ないじゃん。いや、でも待って、これ最後に結構ギュイギュイとすると。なるほど。これやばいかもよ。なるほどね。それは1人分。わお。え、かんぴょ少な。意外と味ないかもしれないよ。それじゃあ。そうだね。だから10本あるよ。巻き方が反対なんじゃない。これみたいなこうなってた。そうなんだ。レタス巻きです。どうしたらいいか。レタス入れるとしてもよくね。こうなっちまうから。こんにちは。こんにちはしね。まずブリ。サーモンを2本。贅沢。なんかそういうとこ結構 A 型出るよね。ほんと雑雑なくせにさ。すごい。これが一番上手。うまそう。はい、じゃあどうぞ、次男さん。はい。
え、こんなことだったっけ、なんかみんなね、もっと欲張って出てるあ、そういうこと緑になってるあ、これで絶対違うよねギュッギュッって押さえながらこっちにこうずらし手前にそうそうそう、手前手前、うん、こうそ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 うこうじゃないか、うん、どれが重要だか分かったこれこれ多分切ってみんなの分けるこれだな今日なんかお寿司のことしか考えてないよね絵本巻きだと思ってない絵本巻きの日でしょ絵本巻きはどっちかっていうと、うん、おまけなんだよあれそうだっけえこっちがメインねこれがメインそういうそうかそっか丸菓子か我が家は伝統だよじゃんけん負けた人が、うん、鬼はいあと鬼になったら投げなくていいんでしょ投げなくていいちょっと先にやろうぜじゃあまずは行きますまず行こうぜいきなり最初はグーじゃんけんぽい最初はグーじゃんけんぽい最初はグーじゃんけんぽいどっちがいいこれこっちこっちにするやめてその前髪があるけ鬼怖いでじゃあちょっとやろうかせっかくだしさえやるのマジであもうこれで終わりこれ買ったのに終わりなんかもう紹介頼むのすじゃいけないよいいよやんなくていいわかったよもういややってもいいけど怒っちゃってえもうやんないやんないやんない、うん、終わりあ、マジでやっちゃったねはいお待たせしましたはいじゃあお願いします、はい、手合わせてください、はい、いただきますいただきますいただきますちょっとだありがとうございます東北東のそうですまあ、こっちの方でしょ、うん、こっちです、うん、はい、そっちじゃあ左食べよっかじゃあ、分かってるよね、これ食べ終わるまでみんなそうだよ一緒ともしゃべってたので、うん、あー、もう崩れてきた行こうはい、用意スタート醤油するわあ、醤油あ、無理だよ、これしゃべっちゃいけないですわ無理違うですわ、めちゃめちゃになったさっきからうん、いや、ご飯も美味しいレタスうまい食べてごらん美味しいもう順番に食ってこいほら、なんか入るじゃんうんお父さんのターンねほらまずお父さんのターンこれお父さんターンだよしっかりしてるね一番大きいかもしれない、多分うんどくねうけうまっうまいあ、うまいよくないでもやっぱあれだね、スプラ、うん、全部良かった、うん、うまい、美味しいあと、かんぴょうう, ん、うわどう甘かったほうがよかったほんと甘かったねどうだろうやっぱ桜伝統すごいじゃあなるほどやっぱりさお刺身はさお刺身で食ったほうがいいすごいこと言うじゃんそんなこと言わなくても、うん、それな串っておいしいよね巻き寿司とかおいしいわうまいわえお父さんあれだよで俺たち伊勢丹の幼稚園の時、うん、体もう全部真青に塗ったんだっけ耐えてたいや青だ全身真っ青に塗っていや違う違う体は全身タイツあタイツだあそうだぴったり全身タイツで鬼のパンツ履いてそう黄色と黒のそうアフロはかぶったそうだねアフロかぶったねで顔を塗った塗ったのか顔全部青塗ったで、すぐ分かったんだっけすぐ分かったよお父さんじゃんってなってたよ俺はあ、そうあんなちっちゃいのに分かったの分かってたよ綺麗だろこれうわ、綺麗うんその前にさ、あれなんでお父さんやったか知ってるあれ、もともとお母さんがやる予定だったんだよマジでで、やるよっていう時に急に嫌って言ってえそうなのそうよそうよで、急にお父さんがやることになったんだよ、うん、そうだよ、よかったね、と思って、見に行ってたらさ、うん、はい、あんたやってって言われてうわまあでも面白かったっていう、うん、やってよかったお兄ちゃんの時の漫画家は、うん、どうだったの15人以上入りましたおっさんやまあ俺らも13年前だからおっさんや、うん、あんたが一番怖いお昼はいつも何食べてだって2人はさ、お弁当じゃん。こんにちは、何食べてる確かに。日による。食べない日もあるってこと食べない日もあるし、まあ、腹減ってたら、おにぎりかな、やっぱ。赤飯のおにぎりと、うん、
あとこれもう一個は、枝豆おにぎりか、美味しそう、枝豆になっちゃうおにぎりか、うん、あとなんか新作のやつ、確かローソンですね、じゃない意外と小食だよね、うん、じゃあ健康とさ、お金ももったいないしさ、うん、弁当持っていきなよ、作ってあげるから、それなって思ったんだけど、うん、俺あの明日が怖い、うん、じゃあ明日弁当持ってきな、明日作ってあげるから、じゃあ分かった、いいや、じゃあなんかちょっと健康的なやつしてあげるよ、じゃあ分かった、いいや、じゃあなんかちょっと健康的なやつしてあげるよ、ちょっと健康的なやつしてあげるよ、せっかくさ、今日病院行ったしさ、病院行ったんだ、うん、うん、だから、うん、やまじ良くなるといいね、あ、歯だね、うん、ほっぺたのやつちょっと、歯だね、だいぶ良くなってるけどね、でもなんかダイエット始めてから、そうだね、もっとひどかった、ひどかったよ、あ、確かに良くなってるね、次男くんはあれすごいじゃん、化粧水、美容液、乳液結構しっかりやってる、しかも自分でいっぱい買ってるしね、でも、あ、そうか、みんなやってるから俺なんだけどね、あ、そうなんだでもお兄ちゃんは多分どっちかっていうともうなんか薬系の方だと思うんだよ、後になっちゃってんだよ、これ僕の正直、でも多分ね、治せるよそれ、多分ね、治せるでしょ、絶対治れるだろうね、多分ね、絶対変わるよ、治せたらめっちゃ変わると思う、うん、お兄ちゃんの肌が綺麗になると思うと、はい、食べ物、はい、はい、食べ物、ちゃんと明日お弁当するから、あとちょっと部屋がまた汚くなり始めてるちょっとだいぶだいぶ汚いよ、うん、じゃあ、じゃんけんすっか、うわ、今日やりたくないから任せていい、大丈夫でしょうか、俺もしてそうだからちょっと、これマシです。でも今日は別にこれも手伝ってるから。そうか。関係なくね。よし、やろう。じゃあ行くか。どう。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、そう。行こうって言ったよ。あくびしたからな。ああ、そうか。でも感謝神経やろう。うせえ。最初はグー。じゃんけんぽい。あいこうでしょ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 。もう珍しいね、こんなパターンは、うん、しゃーくそ、ではしてください、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、できたよ、じゃあ分かった、いいや、じゃあなんかちょっと健康的なやつしてあげるよ、じゃあ分かった、いいや、じゃあなんかちょっと健康的なやつしてあげるよ。